今日はラウンドを終了してこれからちょっとパターの飛ばし方の講座をしようかと。パターを概念で捉えるとグリーン上で転がすものだけれども、まあ要はこのパターの性能だけを見るとローロフトかつ低スピン、これは直進性を生む、落ちてからのランを生むのに最も適したクラブという、まあそういう意味でちょっと一発スイングしてみました。まあこの通り余裕でネットの上段ぐらいだと。え、ネット行った？ネットの上段行ったよ。マジ？ああ今日は肩を飛ばすにおいて最も重要なことは、まあ、とにかく芯で捉えること、これは例えば先で打ったりとかヒールで打ったりするととんでもない球が出てしまう。そこはやっぱりパターの一つシビアな部分、まあ、グリーン上で転がすだけだったら大差はないけど、しっかりショットしていく上で大事なのはこのパターの芯、じゃあもう一発打ってみます、はい、でちょっと前から取ってほしいんだ。あ、本当、はい、ドライバーの位置までボールを左に出して、これはパターをアッパーブローに打たないとロフトが少なすぎて球が1ミリも上がらないことを表一般的なクラブの捉え方ってインパクトのときにこのシャフトが一直線になっちゃう、これはもうパターでは邪道、さらにロフトを出すためにこれぐらいのリリースポイントが必要、このポッキングねロフト増やすの、そうそうそう、ロフトをね大体7度ぐらいに増やす必要がある。ケーパー、要はパターを飛ばすためにはパワーだけじゃないんだ、この手首の柔軟性とこのリリースのポイント、ここはやっぱテクニックなわけだそこはセンスとか、そうそうそう、あのね距離って出すにおいて重要なポイントが3つあって、何ですか？1に才能、2に感性、3にセンス、これさえ抑えれば誰でも飛ぶ。なるほど。じゃあ今度ちょっと飛ぶ球を取って、どれぐらいパターで球が上がるかというか、全然見えない。まあ今ネット超えるぐらい球上がったけど、マジ、今パターで大事なことは球を浮かすことなんだ。惜しい。もうちょっとね、これすごっ。まあ夏なんかあのネットぐらいはパターで全然越せるんじゃないかと。超えるよね。まあその辺の人たちのドライバーよりはるかに飛ばせるから間違いない、まあパターにそれだけの可能性があるっていうことをね、俺がこの画面越しにみんなに伝えたい、ただ転がすだけではない。 4K で伝わったわ。あと次に地面からじゃあどうすんだっていうふうになる、今度地面っていうのは一般的にこうあるわけじゃんこれを浮かそうとしてきっちり入れては、パターは飛ばない。そんな甘くないから、パター。一旦このボールを地面にめり込まして、この高度の反発によって飛ばしていく。あ、そういうことね。そう。だから今日コースで俺がやったでしょ。あれは、
クリーンに打ってああやって飛ばすことができる、うん、9番アイアンかなと思ったもんって。ここはダウンブロン、うん、だから逆にドライバーとかの位置よりも少し中に入れて、うん、ここからダウンブロン、なるほど、こういうこと。手痛くないんですか。球が手痛くないの。大丈夫です大丈夫で、これで一番のポイントは、うん、この衝撃に耐えられるネックを探すこと。これがないと勇気を持ってダウンブローに打っていけないから。勇気を持ってね、しっかりダウンブローに打つ、それが大事。素晴らしいね。まあこういうことだ、うん、まあこれだけ飛ばせればパターにも可能性があるっていうのをみんなに伝えられたんじゃない、うん、今度じゃあ地面から打つのちょっと後ろから打つし、うん、すげえ、まあ、これがパターの力や。すごいね。いける。パターのライン出したっけやったじゃん、うん、それの秘訣教えてよ。ポイントポイント。基本的にはもうパターって球浮かないから、うん、フェードで攻めるしかない、うん、少しでも止めるため、うん、例えば150狙うとしてもう終わりだよ。なるほどね。少しカットに入れてくるんだよ、うん、ライン出しは。ライン出し、うん、球を少しでも止めるため、もう最後の望みってやつで、ラインを出してる。すごい。球ちょっと取ってみて。うん、これちょうどいい。うん、130とかいくと、150のグリーンにキャリーして。ああ、多分取れた。ちょっと取りすぎた。こういう感じ。ちょっとフェード系の地面と反発させてカットさせる、うん、翔太のフルショットパッティング。まだちょっとリリースが甘いな。それだと思ったよりキャリーが出ないだろ。まだ甘い。うん、甘い甘い。だからリリースを変えるっていうよりもボールの位置をドライバーより外に出しちゃうんだよ。そうそうそう、思いっきり左に出しちゃう。そうすると勝手にロフトがつく。そう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 、いい感じいい感じ、飛んでるじゃん、いい感じだよ。パターって要は最初からランの出るクラブだから、極力キャリーを出すことをまず考えなきゃいけないんだよね。いいね、いいアドレスだ。悪くないよ、悪くない、いいよいいよ。どう、パターの面白さ感じてもらえた？いいよいい。ああ、いいね。ちょっと今球浮いちゃったけど感覚としては悪くない。そういった感覚大事なんだ。地面にあるものは逆にリリースを遅らせてダウンブローに、でボールと地面の反発によって球を上げるイメージ。いいね、いいよ。そういうことだよね。もう今キャリーで180ぐらい全然出てるから、パー5それだけで2オンっていうのも夢じゃないよ。うん、あれ出るんだよね。要はさ、重心振動が他のクラブに比べて著しく浅いから、フェースが開いちゃったり閉じちゃったりすぐに起きちゃうんだよ。そこはやっぱりその人間のね、感性でどうにかしてもらわないと。あ、これいいじゃん、これいいよ。そういうことだよね。
案外いいね。感想をお願いします。あとは案外簡単ね、俺も入れようか。いいでしょ、ちょっと1本作ってみない。2000円でしょこれ。それね、ゴルフパートナーの外に転がってた。それに、もうそのグリップの方が高いわ多分。このグリップの方が、これ3000円ぐらいするグリップ。あ、そうなんだ。うん、これいいよね。これいいっしょ。うん、パンのパターの飛ばし方講座でした。いいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。